来た。ちょっとね。いいじゃん。見える。できる。なんかね、二つあるんかな。ちょっと。あ、自分検索すればいいかな。皆さん、こんばんは。あ、見えてますか？ちょっと初めてなんで、こんばんは、ちょっと初めてなんで、めっちゃ手こずって、すみません、5分も遅れました。あ、ちょっと、多分、なんか最初に、なんか、やってたやつが、待機中みたいになってるのかな。びっくりにこない。これが、ちょっとこれを、できたかな？見てますか？見てよ。こんばんは。すいません。ちょっとごたごたしてました。本当は9時に設定してたんですけど、ちょっとやり方が、できずに、遅くなってしまいました。あ、こんばんは。皆さんこんばんは。めっちゃ子供が泣いてるんですけど、音聞こえるな。ちょっと5分ほど遅れたんですけど、今日は、まあ、皆さんに報告というか、まあ、伝えたいことがあって、まあ、先日、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、先日、サントリーサンバーズの方から、報告がありまして、まあ、今シーズンも、サンバーズで、プレイすることになりましたので、ちょっとそれを皆さんにお伝えしたいなと思い、まあ、ちょっと使い慣れてないツールなんですけど、ライブ配信させてもらいました。子供の声が可愛い。いや本当は、もう寝る時間なんですけど、なんかお昼寝しすぎたみたいで、なかなか寝つけてない。泣いたり笑ったりとかします。そうですね。まあ、メンバーとかは結構変わると思うんですけど、結構は変わらないか。まだ、まあ、日本人とかは結構もう全員発表されてて、まあ、新体制っていうので発表されてるんで、まあこのメンバーで、まあ、連覇狙いたいなっていうふうに思ってます。そうですね、今年っていうか昨シーズン20年21シーズンは結構無観客とか多かったんで、なんかぜひ会場に来てもらえる機会ができたらなって。そうですよね、会場僕らも無観客やったんですけど、やってる最中っていうのは試合に集中してる部分もあるんですけど、やっぱりなんかそのプレーが止まった時とか試合終わった後ってなんかちょっと虚しさも感じるんで、やっぱ皆さんあってたなっていうふうにすごい感じたシーズンでした。なんで、まあいろいろ今ワクチンとか進んできて、まあまだまだ全然だと思いますけど、まあ、皆さんが会場に来ていただいて、各地、サンバーズのホームとか特になんか満席で皆さんの前でプレーできることをなんか願って、僕らも今シーズン、まあ、新シーズン、練習開始しているところです。
ワクチン打たれた方がいるみたいですけど、しんどかった。なんか痛いとか、ニュースの注射の刺し方見てたら結構こっち、うわ、痛ってなるんですけど。どうなの？注射は苦手じゃないから、どうなんだろう。今年、そうですね。会場、去年はもう地方のホームゲーム全部大阪になっちゃったんで、今年熊本もあるし、仙台もあるし、まあ大阪、東京もあるんで、まあそれが開催されることを祈ってたいですね。僕らがワクチン打つのはまあまだちょっとわかんないですね。で、ちょっと今日、まあ、全然一人でもやる予定だったんですけど、インスタライブしたときに、まあ、なんかどうしても出たいみたいな小僧がいたんで、ちょっとなんか今日、チャリでかっ飛ばしてきたみたいなんで、ちょっと入ってもらえますか。ね。はい。こんばんは。期待外れでしたかね。お。お、小僧。小僧小僧やばい。そうなんですよ。まさかの。まさかの。もうなんか30分ぐらい前に、はい。木山さん向かってますみたいな、LINE 来て。ちょっと自己紹介した方がいいですかね。自己紹介しとくか。しとくか。いきなり小僧現れたからな。はい。ですね。私もサントリーサンバーズっていう、ケンヤさんと一緒のチームでやらせてもらってるんですけど、ケンヤさんの4個下ですね。いや、もうね、その辺ちょっとわからんじゃないですか。4個下が。4個下で。5個 ?4 個。あ、5か。いや、わからん。いや、4です。ユートの1つ下。はい。ユートの1つか。じゃあ4つかやな。4つやな。はい、ちょっと後輩です。ケンヤさんの。いや、まだ後輩じゃないです。ケンヤさん、後輩っす。まあまあ、そういうことを、はい、にしときます。自分もバレーやってます。ポジションはリベロです。お願いします。お願いします。ちゃんとコメント見えるんですね。うん、全部。結構コメントしてくれてる。小僧になるな、多分。これからだな。もうめっちゃふっかるなんでこいつチャリで15分ぐらいですかね、かっ飛ばしてケンヤさん家にも着きましたっていう事後報告でいやいや、ファミマで迷ってますとかって LINE して、ちょっと迷ってましたけど、チャリで行ける距離なんですよ。ジャグリング頑張ってますかって。今日やった？やってました。まだ上げてないですけど。ああ、そう。今日も今日とてって言ってあげようかなと思って。成長見られんかった。いや、20回まで行きました、今。あ、そう。はい。目標30回です。外練習、今日何時？ 9 時半か。9時半から外でやって。そうなんですよね。まあまあまあ。まあ暑いけど、まだ大丈夫かなっていう。いや、でも暑いな、暑い。暑いの暑いですね。すぐ焼けるし。そう、しかも、まあ、まだ最初、始まって序盤なんで、楽ではないけど、軽め。軽めではありますけど。今んとこ、まだその、3回目なので。工藤さん、発表しました。発表しました。新しいトレーナーの人が、工藤さんって言うんですけど、まあその方が、もう初めてなんで、まあちょっとなんですかね、まあ探りながらというか、うんうんうん、様子見ながらってとこもあるんで、まだこれからって感じですけど、日焼け、あんま気にしてないんで。
加藤さんぐらいですかね。いや、あれは焼けてんじゃん。加藤とキーレは。焼けてますか。でもまあなんかいつも中でやってるから、芝生とか外で走るのって、まあ気分転換にはなっていいかなとは思いますけど、もうちょっと涼しかったらなっていう。まあ、この時期なんで、雨降らないだけマシかなって。雨確かに降ってない。まだ梅雨入ってないですもんね。入ったんじゃないのもう。入ったんすか。入ったっしょ、多分。あ、おわ。なんか梅雨の中休みみたいな。マサさん、日焼け嫌がってなかったですか。多分嫌がってんのかな。いや、絶対嫌がってると思いますけどね。嫌がってるよな、なんか。多分。マサさんは白い。うん、まあ、白いから、気にしてるから白いのか。白いから気にしてるのか。多分赤くなるからじゃないですかね。くな黒くなるってより。サントリーの副キャプテンは、コウスケと大輝さんかな、はい。去年と一緒で。去年に引き続きですね、はい。工藤さんは西武ライオンズにいた方ですか。よくご存知ですね。そうですね。そうです。有名なんや、工藤さん。他の競技もなんか経験してる方なんで、なんか結構いなんか競技に近いトレーニングが多い気がしますよね。股関節とか肩甲骨とか分からはんのかな。まあでも大事なんじゃないですか、ね。機能的でめっちゃ新しい人入ってきて新しい刺激っていうのすごい。めっちゃいいっすね。同じ、僕らずっと同じチームに今のところいるんで、まあそういう新しい人が入ってきた新しい刺激っていうのは、すごい勉強になるし。工藤さん、アメフトでしたよねって、すごい。めっちゃ詳しい。アメフトやって、野球やってとか、そうですね、競技がや、アメフトで、うん、そのトレーナーとしては野球じゃなくて。野球も学生、大学入るまでやってたみたいで、で、アメフトで、社会人で。日本一になったりとか、うん、すごいバリバリの方です。ちょっとキャーキャー言ってる。だいぶね、もう元気そうな9時、もうこういう時もあるって感じ。最近ちょっとなんか寝すぐ寝るわけじゃないんですよね。それがちょっと大変っていうか、まあいつも妻が寝かせるんですけど、まあちょっと大変。最近は動けるようになったからこその大変さ。やんちゃですもんね。この前ちょっと、どうでもいい話、エピソードなんですけど、なんか、ここ、後ろに、子供のスペースあるんですけど、そこでなんか、アンパンマンのガチャガチャの車、アンパンマンゴーみたいな、これぐらいのやつやって、よくめっちゃ、なんか、かじるんですけど、そのタイヤがなくなってて、片方。うわーっと思って、やばいみたいな。飲み込んだんじゃないか。で、そしたら口から出てきたんですよ。この本当にもう、これぐらいの。あ、よかったと思ったら、もう片方の車輪のタイヤなくて、探してもなかったんですよ。これは飲んだなと思って、やばいみたいな。どうしようってなったけど、まだ苦しくしてなさそうだし、なんかめっちゃ元気だし、飯食うし、で。で、次の日か。次の日の昼前ぐらいに、もう、うんちに混じって、もう出てきてました。っていう、ほんまに、もう、一部分しか見えんかった。うんちの中の一部分しか見えんかったけど、よかった。ちゃんと出てきて、ブルーベリーみたいな。ちゃんと出てきてくれて。すごいなって。出てくるんや。なんかゴムだから、レントゲン撮っても見れないみたいな感じで書いてあって。なんか、早いなっていう、下るのが。しかも何もなくてよかったっす、ね。そう、元気に何事もなくうんこ出てきて、うんことか言っちゃった。そうですね。いやでも、これはちょっと。共有事故ですか。っていうかもう反省。反省。そうなんですよ。何するか本当わかんないんで。今ちょうど1歳2ヶ月。早い。なんですけど。もうちょっと目離せないですね。なんで、もう皆さんも気をつけてください。まあ僕もちょっと小さい頃10円玉飲み込んで救急車運ばれたらしいんですけど、
まあまあそういう。自分は喉人工が切れかけました。どういうこと？切れかけた？何で？あのなんか 100均で売ってる日本刀みたいな皆さん知ってますかね？それの鞘をちょっと加えてたんですよ。ゾロっていうあのワンピースのマネをして、まあゾロは横に加えてるんですけど、自分縦に加えてて、それでこけるっていう。で、ぐさっと刺さって。刺さったの？刺さった。長いもんね、落としたら危ないっていう。で、喉人工が切れかけたっていう話。歯ブラシとかな、なんか危ないっていうね。気をつけたらいいです、喉は。あ、僕はうんこじゃなくて、あの、口から、胃で止まってたらしかったんで、こう、どうでしょうね、口なんか取りました。でもなんか本当に、あの、十円玉、出た10円玉ピッカピカだったらしいです。遺産で、もう、取れて、ピッカピカだって。まあ、それも、綺麗にしたけど、なんかしばらくは親が取ってたらしいんですけど、記念に。まあ、結局参加して、もう、普通の10円玉になったから、サビサビになった。もう使ったって言ってましたけど。まあ、皆さん気をつけてください。ありますね。僕に言われることでもないと思いますけど。寝たか？寝てないな、絶対な。まだ起きてる。こんばんは。皆さんこんばんは。なんか報告より、なんか変な雑談みたいな。そうですね。なんか途中から見てくださった方もいるかもしれないんで。まあ、一応今シーズンも、まあ、サントリーサンバーズでプレーすることになりました。なんで、まあ、今シーズン、会場で応援してもらえることを願って、まあ、今、やっと6月入って全体練習始まりました。土日、今週は休みでした。でした。はい。この配信残します。一応、残し方が分かれば残します。残せれば。残せれば残します。あの、なんか、インスタとかもちょっとなんか、切ってたら勝手になんか残らないみたいな、なっちゃったんで、ちょっと頑張って残すようにします。あ、そうなんですよね。今日、朝ストーリー上げたら、高野が、あの、堺ブレイザーズの高野が、一緒なんですね。そのパジャマを俺も買った、みたいな。LINE 来て、LINE メッセージか、来て。まあ、やっぱ被るよね、みたいな。他の、高野以外の人からもメッセージ来て、まあ、ユニクロなんてね、まあ、みんな行くようなところ、ユニクロ全然、物いいし可愛いんで、買っちゃうんですけど、まあみんな同じだよねって感じですね。そう、今シーズン山口であるんですよね。試合が2週目だったかな。2週目。え、滋賀県あるんですか。滋賀。滋賀ありましたっけ。滋賀どっあったんじゃない。あったような気がしますよね。ちょっとめっちゃ最悪把握してなかった。いや、地元は把握するよ。いや、あった気がして。ゆいとの地元どっか知らんけど。関西っす。何、関西ってさ。点々としてるんで。市があります。やったー、やっぱな。そう、山口は遠いっすよね。どこだったっけ、維新公園か。駅からもちょっとあるのかな。草津。やったことあります？そこで。山口で。山口。体育館がわかんないですか？俺？維新公園。維新公園するんですよね、維新。合宿はしてたんですけど、2年前ぐらいかな。うん。山口行ってみたい。あ、10月だった。10月、最初の試合、最初の試合っていうか、10月末があれだからね。コロナ落ち着いてはなさそうやね、まだね。際でー。
宇部省の近くに住んでます。なんと。あの宇部省の近くですか。宇部省の近く。そう、宇部省もインターハイ。決まったっすね。決まったんですよ。この前、まあ、インスタライブでも教えてくださった方いたんですけど、僕先輩に聞いて、なんか、みんな泣いてたよ、みたいな。まあ確かにその、最近、インターハイとか全国出れてないんで、まあ久しぶりに出れたっていうのも、まあ OB としても良かったなって思うし、なんかすぐコーチの人に連絡して、ありがとうみたいな。まあ、今度山口行くんでっていう話をしたんですけど、まあ、なんか引退したら関係ないみたいな、ちょっとなるかなと思ってたんですけど、意外と、なんか気にかけるっていうか、気になる。で、まあなんかやっぱ、勝った報告って嬉しいなって思います。間違いないっす。野球も強いですよね。すいません、今はちょっと野球がどうなのかわかんないですよね。山口も滋賀も行ったことないんでおすすめ。もう滋賀は簡単っすよ。いや、琵琶湖以外ね。今口 B になってたけど大丈夫。B って。あれ、B、もう琵琶湖言おうとしたの。何だろう。琵琶湖ですね。いや、以外って言ったのに、それでも押してくる。あと、比叡山ってあるんですけど、延暦寺。あそこはパワーがすごくて、まあ、草津からもそんな遠くないんで、すぐ行けると思うんですけど、行ってほしいです。マイナスイオンめちゃくちゃ浴びれます。個人的にですけど。なんかマイナスイオン好きじゃない大好きです。あそこはいいですよ。パワー、織田信長のパワーもらえますね、多分。いや、山口は、山口って結構なんか、あれですよ、橋ですよ、綺麗な。すみませんね。オレンジから遠いんよね。関係ないけど。角島ね。角島って言うんですか？そう。晴れの日に行ってほしいですよね。錦帯橋も、いや、いいと思います。なんかソフトクリームがめっちゃ種類あるお店とかあるんですよ。まあ、わざわざソフトクリーム食べに行くっていうのもちょっとあれですけど、でも橋とか、なんか屋台とか出てたイメージあるんですけどね。今は多分出てないと思いますけど。でも、まあ、錦帯橋とか、角島とか、唐戸市場とか、海鮮好きな人とか。海鮮美味しいっすよね、絶対。行ってほしいなって思います。アジアクラブカップ。そうっすね。それ結構自分も楽しみなんですけど。それ、なんか、まだ、JTEC とか、JTEC とさんが出るシーズンが今年の9月って言ったら、9月にあって、はい、多分、クラブカップが12月とかかな。じゃなかったっけ？自分ですか？いやいや、だから、21年の9月に JTEC とさんが出るアジアクラブあって、それに勝ったら、世界クラブが12月。だから僕らはそのまた次の、例年通りだったら、4月、22年の4月とかかな。4月、5月かわかんないですけど、にアジアカップあるんで、まあそこも一つの楽しみです、今シーズンの。あれは、そうですね。まあ、天皇杯とかクロアシも、天皇杯出れなかったし、ね、クロアシなかったし、なんで、まあ、3冠を狙いたいなっていうのが。もうなんなら4冠ですね、全部。アジア。アジアも。でかいね。アジア制覇で。世界出たいから、ね。世界行きましょう。そう、今年、どこかはまだ場所決まってないと思うんですよね。どこがいいですかね。アジア、まずはアジアでしょ。ちょっと待ってください。ドバイとか言いそうになった。アジアじゃない。まずドバイは中東？中東っすね。中国とかな？かな？
こだろうね。日本とかあるかもよ。あ、日本、うわぁ。やめよう。いやいや、俺らはさ、こう生きてってなるかもしれないけどさ、見てもらえる人からしたらさ、あ、そうか。マジかってなる。すいません。日本でやりましょう。あ、アジアはタイですよって。え、本当なんですかね。だけど、それは9月かもしれなくないですか。どっちの話かな。今年の話かな。台湾がいい。台湾いい。台湾いいな。台湾ね。楽しみです、とりあえず。ゆうとくんお泊まりしないですよ。そんな恐れ多いですよ。返します。チャリで爆走して帰ります。ドバイね、自分もこう、あの空港行ったことあるんですけど、外には出たことないから。雰囲気すごいですか？行ってみたいな。門限あるの？量。量ありますね。あの ?12 時です。らしいです。何時までライブしますか？何時までしましょうか？お子さん、ちょっと静かになりましたね。だいぶ。見張ったか。ファイナルの決勝。ありがとうございます、会場で。そうさ、明日練習なんで、その長くはしないかなとは思うんですけど、ネーションズリーグ、なんか、1週間遅れてぐらいで見てます。僕、あの、見てる？見てます、見てます。有料で。あ、下で見れるんか？あ、BS？ そうそう。BS 見てないから、あの、なんだっけ。あのタブレットで見てます。遅れて。全部見てないですけど。すごい。ガオラでサントリーで酒井やってる。明日中だよね。はい。明日中です。ウェイトです。寮長、畑寮長。めっちゃ優しいっすよ。まあまあ、みんなね、年近いしね。はい。コウスケさんは優しい。いい雰囲気です。寮、明るい雰囲気で。楽しいっす、めちゃくちゃ。はい、今シーズンのゆいとくんのコートイン見れますかねって。Yes, I can! らしいです。イエス、アイキャンです。人一倍ボール触ってるんで。あ、はい。言ってたもんな。人一倍努力してますって。え、言ってましたそんな。そんな自分でおこがましい。リョウの最年長誰？リョウの今の最年長、コウスケさんですね。コウスケさん、ハルキさんです。若いね。だから26歳。6。そうですね。スタッフも結構変わりましたね。これ全部発表されてる？はい。スタッフも？米山。あ、新任コーチ。コーチと。そうっすよね。なんかちょっと。何人かの方には、ヨネさん帰ってきて嬉しいみたいな人いるんじゃないですかね。とは思うんですけど。ヨネさんは一緒にプレイしてましたもんね。うん、詳しい。おらんかったっけ？いないですね。入る前。はい。優勝した時ですよね、サーブ。そうそうそう。暑かったね。そうっすよね。まあ、あれが最後。まだね、できたんじゃないかみたいな声もありますけど、いろいろタイミングとかね、本人の意思とかもあるんで、僕らが決めることじゃないですし。あと、まあ、酒井さん、そうですね、今までお世話になってた3人かな。はい、酒井さん、飛びさん、上原さん。なんか、寂しいですけど、まあ、それぞれ、なんていうんですかね、プロの方たちなんで、まあ、それぞれ自分で
選んで、まあ、それぞれチームとか、まあ、個人のタイミングもありながら、まあ、最終的に自分が選ぶと思う、選んだと思うんで、まあ、またどっかしらで会えたりするんじゃないですかね。とは思ってます。すごい、工藤さんびっくりしましたって。工藤さん知ってる道。知ってる人いる。すごいな。超有名人。ヨネさんの威圧感が好きですって。確かにちょっとなんかあるかもしれない。ヨネさんのことどう？怖くない？いや、全然怖くないですけど。怖くないって多分、ゆいと怖い人ご覧くね。自分怖い人いないですね。まあ、ヨネさんけどめっちゃ熱心に教えてくださいます。本当に熱がすごい。うん、一緒に、まあ、まあ、2週目ですけど、今。すごい熱心に、いろいろ伝えてくれて、共に頑張ろうぜ的な感じがすごい伝わってきます。あ、ノート見ていただいてありがとうございます。ちょっと明日更新します。一つなんでちょっと楽しみにしててください。楽しみにしてます。楽しみに。塩田さん元気ですかね。塩さん見てないね。全く見てないね。まだ多分忙しくしてはると思います。そうですね。なんか1年目新人教師だから、ね、多分、要領とかも難しいんじゃないですかね。やることいっぱいで。なんかこの前、なんだっけ、表彰式じゃないわ。はいはい、あのとか、チームのセレモ、対談者とか、あの、まあ、セレモニーとかあったんですけど、塩田さんだけリモートでもなんか参加できなかった、うん、みたいで。すごいな。忙しいみたいですね、先生は。忙しいと。でも相変わらずって感じで塩田さんやってそうだけど。元気ではいると思ってます。絶対。フラーと現れ。相変わらずって感じだよ、絶対。フラーと現れ。らしいな。できそう。らしいな。ケンヤさんのサンバーズの部屋のご出演楽しみにしてます。サンバーズの部屋？寮生かな？寮の部屋？え、ケンヤさんの。サンバーズの部屋。寮の部屋、自分が今使ってます。ちなみに。俺が抜けた後に、自分が入りました。角部屋で。まあ、あんま買わねえな、どこも。まあ、そうですね。お酒ね、外では飲まないですね。もう本当に、外で飲んだ記憶ないですね、もう。間違いないです。いつみたいな。あ、これ。サンバーズのインスタライブ。インスタライブ。もうちょいですね。ああ、あれか。なんだっけ。はい、そうっす。あれね。レモンサワーのやつね。はい、レモンサワーね。自分らもやりますよ。何話すんですかね。ちょっといつかも把握してないんですけど。すいません。ちょっと。自分らもうちょいで告知入れると思うんですけど。金曜日です。俺は来週か再来週ぐらいです。今月金曜日はサンバーズのインラインって思ってます。あ、そうなの、はい、毎週ってこと？毎週。そういうこと？毎週金曜日。うん。6月はですけど。みんなやりますよ。選手全員参加。全員参加です。もうこう、分けてね。全員参加です。世界でやるとき、コウスケ、松林、栗さんか。はい。そうっすね。花金ちょっと楽しんでください。そうそうそう、レモンサワーを片手に。そうです。レモンサワーを片手に、サンバーズのインライン、インスタライブを見ていただいて、金曜ロードショーっていう流れ。金曜ロードショー何かによるな。っていう流れ。監督あるのかな？監督なさそう。監督呼びますか？なんかね、前回見てたらめっちゃコメントだけはしてる。顔映さずコメントしたから。コードさん出たがりですね。多分入れて欲しかったね。でも4人?4人までしか見えない。マックス4人か。
だから3人のところあればやな。ある？ないっけ？今のところないっす。だからコメント参加だけ、コートさん試してくださいます。拾ってあげてください。レモンサワー飲みたいですね。週末も楽しみだ。でもまあ金曜日、じゃあ土曜日仕事の人も、あ、ね、そうか、いらっしゃると思うんで、今回の引来は誰だろうね。松さんから僕らには連絡聞いたんで、はい、まあチームですかね。そうっすよね。コートさん現役の時から知ってる人って多分結構多いと思うんで、そうっすよね、枠があれば新しく作りますかね。9時からかな、その週によるんだ、うん、多分いろいろなんか準備とか、はい、まあ、松さんがやってメインでやってるね、松さんの都合というか予定が、うん、まあ、あるんで、また多分告知とかされると思うんで、それちょっと見ていただいて、はい、楽しみにしててください。企画考えてます。俺らは企画考えんと。ディマはおらんな。ディマはいないですね。今はもうネーションズ。ネーションズリーグと被らないといいなってあるな。確かに。そこ被ると、そうっすよね。なんかどっちかみたいになっちゃうかな。それもそうっすね。そうですね。確かに。仙台応援行きまーす。でも2月の雪。2月か。2月の仙台か。大雪ですか。どうだろうね。今年っていうか、今回なかったんじゃない、あんまり、はい。知らんけど。いや、自分なんか、一日でいいから、あの、豪雪地帯に行ってみたいなっていうのあるんですよね。ないっすか、まだ降雪。ない。こう、あの、雪こんぐらい積もるみたいな。ああ、そこまではないな、確かに。山口とか、まあ大阪もなんかせいぜい積もって、これぐらいとか、靴が濡れる程度とかじゃないですか。膝下ぐらいまではありましたけどね、膝ぐらい。マジで。福井。ああ。高校時代福井だったんで。もうなんか、雪かきみたいな、ちょっと一回してみたい。いや、多分、そういう、なんかそれを知ってる人たちからしたらやめた方がいいよって。思うかもしれないですけどね。なんで、山口でも積もるとこは多分結構上の方とか積もってるんだ。あ、そうなんですか。へえ。気持ちわかる人が。豪雪地帯に行きたい人。いや、まあ多分1日も入れないと思うけどな。スキーとかは、スキーは結構ちっちゃい時に行ってて、スキーできますよ。スノボーも、スノボーならできますって言えるのかな。でもまあ、ある程度は滑れるんじゃないかな。どこでやってたんですか？山口ですか？山、まあ、あれ、広島かな。に、広島とか家族で。二の今年は積もってないよね、雪。積もってないっす ね。寒いけど。寒いけど、なんか自分来てからあんましてないかな、うん。あんまり積もった記憶ない。今年はどうなるか。寒いの嫌だけどな。なんか中途半端に雪降るんだったら、ね、って感じになるね。一回だとってことですね。そんな都合いいことないけど。けども体育館来れないみたいになるかもしれないですよ。いやー、そらないでしょ。つもりすぎて。そらないでしょ。そらないですか。うん。
練習休みやつって。それ高校生の考えですよ、ね。寒いのと暑いのどっちが耐えられますかって。いやもう、寒いのでしょ。そうだね。着ればまだなんとかなりますから。そうそうそう、そういう考え。夏、汗がね、どうにもならんっていう。ベタベタになりますもんね、ボールとか。最近も汗ダックダックで練習してますね。三兄弟で運動神経一番いいのは誰？誰でしょうね。みんないいじゃないですか。いやいや、でかいのは僕なんですけど、運動神経多分一番下がいいかな。めちゃくちゃ速いですよね、僕。そうそうそう。速いんですよ、なんか。すばしっこいっていうか。今、リベラやってんのかな？あんま見てないですけど。最、4年生ですよね、今。うん、になった。だから多分、一番下が、運動神経はいいと思います。まあ一番ちっちゃいんですけどね。まあがゆえにっていうところも、めっちゃ早い。あると思いますけど。いいっすよね。リベルらしいっす。うん、やっぱり。ちょっと兄弟いんの？え、自分兄弟います。4人です。一番下、一番下。一番下は4歳です。一番上は妹がいます。一番上は姉。で、弟もいて、自分真ん中ですね。え？長男？一応長男と言われれば長男。一応。だけど弟の方がしっかりしてる気がします。お姉さんに添えて。ケンヤさんの一個下ですかね。あ、そうなの？はい。めっちゃ兄弟いるんですよ、意外と。サンバーズ。結構おるかな、意外と。一人っ子、アトムさんぐらいですか？そこもあんま知らんよね、実際。そうですね、クリさん、クリさんとか。クリさん。どうなんだろう。どうだろうな。アトムさんは一人っ子で、ケンジさんは兄弟いるし、西田もいるし。全然知らんわ、そういう話したことない。ちょっと面白いですね、新しい。クリさんとかめっちゃ気になる。まあまあ、知ったところでっていうところもあるけど、こっちが、そう見えるとかさ、意外とかあるけど、忘れるよね、すぐ多分。クリさん、お姉さん。クリさん、お姉さんおるな。いますわ。すみません。お姉さんいました。そうや、お姉さん俺。思い出した。忘れてた。言い張ります、言い張ります。そうね。全然覚えてない。ますね。43分。おお、もうそんな時間経ったんや。絶えずコメントいただいて。ありがたい。ちょっとありがたいっすね。はい。13で身長何センチでしたか？自分からいきます。うん。ズバリ167です。それでかいんじゃないの？でかくない？いや、ちっちゃいんじゃないですか？ 167。どうなんですかね？今と変わってないやん。変わってます。自分72っす、今。今172です。そういや自分のやつ需要ないっすわ。でかければ何食べればいいですかってなるけど。これはね、中3で187だが今ぐらいあったんですよね。でっか。実は。逆に伸びてないっていう。いやだけど、悲しい事実。87って一番でかいぐらいじゃないですか。中学ででかかったけど。ですよね。中高ででかかったけど。大学も入ってからはまあみんなでかいけど。でも伸びてないっていう悲しさの方がでかいよね、俺からしたら。いやいやいや。え、何食べてました？実際。何？何でも食った。いっぱい食べるってことなんですかね。大きいと思うよ。うん。菓子でもパンでも。で、よく寝たんですか？よく寝てた。らしい。
それで今でももうすぐ寝れるもんね。あ、マジですか。うん。いいな。マジですぐ10秒って寝れる、多分。マジ言ってます、ね、その秘訣を知りたい。秘訣なんてないよね、もう。目つぶる。そしたら寝とるもん。マジですか。両親、僕、父が187かな。あ、でかい。でまあ、でかいっす。まあ、多分試合とか来てるんで、見てる人気づくかなって感じですけど。ほんと寝る子は育つじゃないですか。寝りゃいいってもんでもないけど、寝るのも必要ってことですね。寝つくのに数時間かかる。Me too です。うん、でかくなりたかったな。これ何？クラフトボスのアイスバニララテ。知らない。やっぱクラフトボスいろいろ出てて。種類多いね。はい。じゃあ、あのクラフトボスのなんかフルーツティーみたいなやつ、わかる？ああ。あれ結構ね、最近ちょっとハマってます。うん。マイブーム。コーヒーか、ちょっとなんか甘いもの飲みたいなって時は、なんかフルーツティー。みたいな。ちょ名前がわからんけど、ちょっと美味しいっす。自分も調べておかなきゃ。まだまだ大きくなれますって、多分。いや、なれる？なれますかね。もう横にしか大きくならんの。それだけかいい。うん。試合中飲んでるの？金屋さんのやつ知ってますよ。それは俺作るからね。大江さん。そう、大江さん。自分も大江さん飲んでます。だから選ぶっていうか、ね、はい、その人の好き、まあ、好み、味だけじゃなくて、体調っていうか、うん、に合わせて、バームとか、うん、なんだっけ、DNS か。レッドっていう、タンパク質が結構、飲み物があるんですけど。と、まあ、OS1 と、水もいますけど、います。選手でいます。リマとか、塩田さんとか。塩田さん、水常温やろ。水常温の方もいます。OS1 ね、自分結構意外と好きなんですよ。だから、なんか結構足つるんすよ。自分。だから、塩分とか、ミネラル。蛍光補正器で補給して。結構飲んでます。だから、試合前体重測って、試合終わった体重増えてるっていうこともたまにあるんですよね。飲みすぎって、多分。そんなすか。自分ずっとリベロじゃないですよ。一応、中学までスパイカーしてました。そうなの ?168 で。JOC って、はい。JOC っていう中学の大会もスパイカーでやってて、ここからリベロしました。じゃあ、中学校の時は、あの、レシーブ前、スパイカーみたいな。まあ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 、そういうポジ、そういうポジで、フェイントする。やらせていただいてた。やらせていただきました。一応、1位になりました。試合中トイレ行きたくなりますよ。5セット目とかなったら、ちょっと行きたいな、みたいな。なるけど、まあ、笛なったら忘れます。笛なったらとか、セット始まったら。そこでも思ってます。ね、あ、ちょっとね、ユイとかスパイク打ってる動画、ありましたっけ？YouTube の動画で、まあ、ちょっとね、軽くゲームみたいな感じしたんですよ。それ今度あげるんで、ちょっとぜひ見てください。一応スパイク打ってます。一応。一応、点点点点。スパイク楽しいな、確かに。憧れ。マットさん。これ。マットさん。これ。スパイク動画？リベロがスパイク打ってみた動画。どこ行っちゃった？スパイク取らないとですね。任せてください。得意なんですけどね。ミート得意っすよ、ミート。そう。うん、まあ確かにこれ台上で打ったりするもんな。うん、なんか、結構内輪には駆られてるんで、フロータサーブですけど。
マットさん、毎度でーす。毎度です。あ、マットさんか。え、誰かと思った。誰かわからん、マットさんと思った。はい。毎度ですよ。毎度です。じゃあ、高橋優衣との2階席まで、2階席までスパイク上がるまで帰れます。